ベジタリアンの皆さん、こんにちは、こんばんは、マキクサです。今日はですね、前回に引き続き2年乗って分かったスーパーカブが最強な理由4つの後編ということでお話ししていきたいと思います。前回の動画を見ていない方はそちらの方もぜひ見てみてくださいね。それでは行きます。私マキクサが思うスーパーカブが最強な理由その3、オフロードも走れるということです。ちょっとしたオフロードなら誰でも簡単にそこそこ走れます。もちろんガチのオフロードバイクにはかないません。でもスーパーカブが開発された当時の日本は未舗装路が多かったらしいんですよ。そんな道を実用車としてバリバリ走るために生まれたというだけあって実力は本物です。私は自然が大好きで時々河原を探索したりかっこいい昆虫を求めて森を走り回ったりするという趣味があるんですけど、その良き相棒となってくれるのがスーパーカブなんですよ。まあ森の中はじっくり歩いて探索したいのでバイクは近くの駐輪場に停めていくことが多いんですけど、河原探索に関しては石がゴロゴロ転がっている河原をちょっと走っていかなきゃいけないっていう場面があるんですよ。そんな時でも前後17インチのスポークホイールに細いタイヤ、超軽量な車重と100点満点の足つき性などを持つスーパーカブは私に一切の不安を感じさせることなく目的地まで連れて行ってくれるんですよ。でもそのせいで人に怒られたことがあるんですよ。うちのママなんですけど、これがカブの走破性に気づいたプチ事件です。私その日うちのママと2人でデイキャンプに行ったんですよ。でその場所っていうのが私が1人で散策しているうちに見つけた川沿いの穴場スポットなんですけど、で走りながら、あーちょっと道悪くてガタガタだな、でも別にゆっくりなら全然普通に通れるからよかったわとか思いながら進みつつミラーをちらって見るとママが小さい点になってるんですよ。あらって思ってちょっと進んだところで待ってると、おいふざけんなよ、お前はカブだからいいけどこっちはスクーターなんだよって言いながら追いついてきたんですよ。そこでそんなに違うって言ったら、お前それタイヤ見ればわかんだろって言われて、あ確かに、そこで初めて気づきました。ママも全然バイクの運転下手じゃなくて、というか逆に実は歴戦のライダーだったりするんですけど、普通のおばちゃんだったらこけてるわって怒られました。そんでそっかごめんって言いつつ内心カブすげーって感動しました。険しい林道とかオフロードコースをカブで攻めてる方も結構いらっしゃるみたいなんですけど、私もいつかカブでやってみたいなと思っちゃいますね。でも今乗ってるこのカブくんは傷一つつけずに乗る子って決めてるので、いつか冒険用のカブくんをお迎えしてからそういう遊びはしたいですね。はい、3つ目はこんな感じです。それでは最後4つ目です。1台で様々な用途に使えるということです。スーパーカブは仕事、遊び、日常の足など1人で何役もこなすことができるんですよ。まあその気になればね、どんなバイクでも行けるのかもしれないですけど、カブはねそれが簡単にできるんですよ。私はこのカブくんと2人で仕事もするし通勤もするし、あと買い物でそこそこ荷物も積むし、楽しくツーリングも行くし、さっきも言ったみたいに悪い道を通って自然散策もするし、何でもやるんですよ。そうこれがねそもそもカブを選んだ大きな理由でもあるんですけど、万能なんですよね本当に。もうこれはね設計上そうなんです。もうこのことに関してちゃんと説明しようと思ったらね、この動画30分超えちゃいそうなので、とりあえず設計上万能ということにさせてください。私はバイクを買おうと思った時に経済的に1台しか所有できないっていうことが分かってたので、さっき言ったようなことを全て楽勝でこなしてくれるちっちゃいバイクっていうのを考えた時に、ああじゃあ株かなと思いました。しかも可愛いし100点だよ、100点あげちゃう。スーパーカブは気軽に楽しく近所を乗り回せるからセカンドバイクとしてもおすすめという話をよく聞くんですけど、私みたいに1台で何でもやってくれなきゃやだやだみたいな欲張り人間にも超おすすめです。はい、ということでマキクサの2年乗って分かったスーパーカブが最強な理由4つを2回に分けてお話ししました。カブに乗っている人はさらに愛着が増し、カブに乗っていない人はカブが欲しくなったのではないでしょうか。こんな感じでゆるく元ブログや音楽をやっています。もしこの動画を見てなんかお前楽しそうだなと思った方はぜひ高評価やコメント、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。